はい、どうもお疲れ様でございます。鍋でございます。 RC、10分の1スケール、バギーのね、スーパーファイター GR、いよいよですね、組み立ての方をしていきたいと思います。やっとですね、組み立てる準備がね、大体整ったかなっていうところですけども、はい、今日はね、自宅なんですけども、いかんせんね、仕事終わって夜やるもんですから、あまり大きい、音が出せない、ということでね、ちょっと編集をしてですね、私の音声がこううまいこと伝わらなければボリュームを上げるか、ただあんまりホワイトノイズがひどければ、私ねちょっとホワイトノイズが上手にこう処理できないんで、ホワイトノイズがあんまりひどければこう口パクの状態で音全部消して、で後からね、アフターレコーディングっていう格好で、ちょっと音声乗せようかなと思っています。で、今日はね初っ端ということで、ちょっとどういう風にね動画も仕上がるか分かりませんけども、ちょっとその辺ちょっとめちゃくちゃになってると思うんですが、まあ、ご了承いただければと思います。ちょっと回を重ねつつ重ねながら、なんとかねその動画のこうちょっとこうありようもね安定していければいいかなというふうに思っていますので、お付き合いの一つよろしくお願いいたします。はい、でですね、今日もう寒いんでね、あの私の部屋、暖房ないんで、パーカー着てねちょっとこうあったかくしてやっていきたいと思いますね。はい、でね早速ですけども、今回のスーパーファイターを作るにあたって、まあ、ある程度ねその道具の準備ができたのでね、ちょっとそれを、ご紹介したいと思います。今回、用意したのはもちろんこの本体ね、スーパーファイターね、GR こちらでございますね。まずこれが一つ、それとその他にね、前回言ってましたこちら、税込み2050円って書いてありますよね、オイルダンパーキットね、購入できました。はい、なので、組み立ての段階から、ここにもともとついているねこのダンパーではなくて、こちらのオイルダンパーの方を組み付けていきたいと思います。それとこちらです。ボリューム0のね動画でもご紹介したんですけども、このスーパーファイターは、ベアリングがついてないんですね。なので、ベアリングダブルシールのタイプのね、ベアリング多分ダブルシールっていう方でいいんだろうな、ベアリングを、用意しました。今回はね14個購入してあります。確かね14個でいいはずなので14個買ってあります。ただまあ足りなければこのね私の住まいの近くにラジコンショップありますんで、そちらでまた追加でね買ったりという格好ですけど、一応これ1150のベアリング14個、買ってあります。はい、それでねもうあと手しか出てませんけども、本日ねから、組み立てるにあたって作業する台ですね。これ台はね下こう普通に、なんていうのかな、ミニテーブルみたいなやつなんですけども、そのミニテーブルの上に、なんていうのかな、お風呂マットみたいなのね敷いてあります。でこれはハンドガンをですね、組み付けたりするときにタオルを敷くといいよっていうことで、私の動画でも前にご紹介したんですけども、今回はねちょっとこれがこう凹凸があってよかったので、これ今まで何敷いてたのかな、あファンヒーターかな、ファンヒーターがなんかをこうフローリングの上にドンと置くの嫌だったんで、これファンヒーターの下敷きにしてたんですけども、ちょっとねファンヒーターも使わないんで、こんな風にしてね今回は作業台の下敷きじゃないですけどもねという感じで使っております。ただこれだけだとちょっとね実際に作業するときに嫌なので、こちら前にもご紹介しましたけどね、ベレッタ PX4 ストームの、パーツリストもね書いてある作業マットですね、これを使いたいと思います。はい、今回私使う工具はですねもうほとんどハンドガンを、カスタムするときに使っている、工具を中心に使います。はい、でこの中ねこんな風にして、入ってるんですけども、こんな感じね、ほとんどハンドガンのパーツばっかりなんですけどね、今回ラジコンを組み立てるにあたって、まず1点目、
こちらね、アンチウェアグリスというグリスがあります。これはね、デフギアあたりに使うといいらしいよということで、買ってみました。はい、それともう一個こちらですね、ネジロック剤ですね。はい、これはどうしてもね、樹脂パーツに金属のビスをねじ込んでいくんですが、やはり走行しているうちに外れていったりするということがあるということで、ネジロック剤をつけることで、まあ、そのネジがね、緩んですっぽ抜けたりしないようにということで買ってみました。このあたりを使うのはね、初めてですので、まあ、どのぐらいの効果があったりとかね、どのぐらいの分量をつければいいのかっていうのも分かりませんけども、まあ、この辺を使いたいと思います。それとね、こちら今回も出ました、ハンドガンをばらして、ね、る時にも使ってたんですけども、マグネットトレイですね。これダイソーさんで売ってるマグネットトレイです。これ自体はスチールかな。で、この後ろゴムになってるんですが、ここがの中にね、磁石が入ってるので、このトレイにね、金属の、ビスとか置くと、ここからもう飛んでいかないね、ここにピタッとくっついちゃうということで、優れものですので、今回も、ラジコの組み立てには役立つかなと思っておるので、持ってきました。それとゴムパッドですね、はい、これもハンドガンをね、バラしたり組み立てたりするときに非常に重宝しています。どん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 ね、ハンマーで叩くときに裏下側っていうんですかね、まあ、当て板という形で、丸い、これが 1.5 センチかな、あ、1センチか、1センチの、直径10センチのゴム板丸ですね、これが2枚 と、5ミリの、10センチ角の、四角いゴム板、これ2枚、はい、これは結構ね、重宝しますんで、皆さんもよかったら、まあ大体持ってると思いますけどね、使ってみたらいかがでしょうか。ハンマー、ドライバープラスマイナス、ラジオペンチっていうんですかね、まあちょっと折れたペンチですね、ちっちゃいビットドライバーってでしたっけ、ちょっと忘れましたけど、ドライバーあんまり綺麗じゃないですけども、何かと役に立つ、歯ブラシね、このあたりがね、今回私が使う、工具になります。あとね、ちょっとニッパーをですね、用意しなきゃいけなかったんですけど、実はちょっとまたね、他のところにも工具箱があるもんですから、そこからゴソゴソ出しながらね、やろうかなと思ってます。まあ、大体この辺が主力になるんじゃないかなと思っておりますので、この辺を駆使して、組み立てていきたいと思います。